今年はもういつ終わるか分かんないけど行き着くとこまで行こう。はい、頑張りましょう。ことに来てね、だから連絡したらもう言いたいことあったら出ろって言ったら、新年明けましておめでとうございます。ねえ、はい、また本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、なんかちょっと俺もちょっとなんだっけ、あれファンの話、なんか自分の椅子の座り方が悪いとか言ってるけどそんな悪かったの椅子の座り方。いや、あの時は実はあのピンマイクのコードがちょっと短くてですね、こう背中をこうやってつけてないと抜けそうだったので、それが怖くてちょっとこういう深い座りになってましたけど、全然あの偉そうでもなんでも、椅子変えたよちゃんと椅子をね。あとはやっぱりこうなんか若い時可愛い顔してたんだけど、やっぱ年いくつになったの？これで48になりました。48になったらやっぱ人相も変わるよね。そうですね、もうあの年齢が出てきまして、ちょっと深みが増しまして、なんか半グレとかさ、反社とか言われてますけど、ヤクザじゃないよね。違います、皆さん誤解のないように本当に普通にあの名古屋でですね、あのコンビニ経営と不動産管理の仕事をさせてもらってる普通の人間でございます。そうです、そうです、大家らしいから。大家です、だから一応ちゃんとね、みんな聞いとかないと、なんかみんな、はい、お前は半グレだと言ってまして、コメントはなりました。本当に申し訳ない、皆さん誤解を、生まれつきの顔なのでちょっと変えようがないんですが、すいません。今年はもういつ終わるか分かんないけど、まあ行き着くとこまで行こう。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。自分があのもともと20代前半からですね、九重部屋の千代大海さん、はい、とちょっとまあ接点が名古屋の方であって、そこから彼とまあ大体十数年苦楽を共に、まあ基本的にあの相撲協会の人間ではないですけどし、九重部屋の所属の人間でもなく、千代大海さんの方とまあ、接点がある中でちょっと相撲の方には関わってたというな。千代大海と付き合ってるぐらいだからちょっと悪いことしてたな。いやいやいや、まだ力関が現役の頃、彼がまだ全然幕内の下の方にいる時から、あの名古屋場所では自分が車を出して場所の送り迎えをしてたりとか、そういったつながりで、あの本当にあいつ余計なこと吉田に余計なこと言われないかドキドキしてんじゃないの。いや多分見て感じてるんじゃないでしょうかね。まあ俺の10倍は悪いことしてるよね。いや力関から見てそう思ったらそれは正解だと思います。本当にその10年間の中で、ああ俺ってすごい福までの中にいたんだっていうのをやっぱどうしても離れると感じまして、で、このままでそれでいいのかなっていう意識を持ってるさなか、まあ、あの力関が YouTube の方で相撲の未来をっていう YouTube を上げ始めたので、初めてそこでなんかできないかななんていう心を雑誌を持って、あの連絡先知らなかったので、普通にあの焼肉屋に電話して、あのすいません、多分面識あると思うんですけど、あの名古屋の吉田と申しますが連絡いただけませんかっていうので、やっとこうつながったっていう流れですね。はい、いや本当にね、吉田って誰やろ、誰やったかな、どの吉田かなっていっぱいなんかあのありますからね、先輩の時にいじめられてた吉田さんかなとか思ったりしながらどの吉田さんだと思いながらね、ほんならあの千代大海の、ね、ずっと運転手とかいろいろやってた、あの吉田さんかと思って、ほんでそれでじゃあこういろんな話がしたいんだということで、じゃあ正直に話してっていうことで、今回出てもらって、ずっと出てもらって、そうです。もう中にいると本当にちょっと麻痺しちゃって、分かんなくて、いや本当にね、15から入ってね、ほんでもうみんなだってまあ大学出てても、大学生なんかでもだって相撲しかやってないから、中学校卒業した相撲取りと大して変わんないんだよね。
でまた相撲の相撲協会の中で独特のルールがあって、そっちがなんかいわゆる新鮮になっちゃって、で9割9分の人たちがやっぱそのルールに従って右へ習いなので、うん、どうしてもあそれが正しいんだ、でこの世界の中で生きていくためにはそこの線路に乗っかるしかないんだ、うん、っていう流れでやっぱり今まで来てますから、うん、外に出るといやいや違うんだよって言って、常識的に考えればこうなんだよっていうのを、まあ、今ここのこういうチャンネルで皆さんにお伝えできればななんて思ってますけど、うん、ただ一般常識だって俺らも一回掘り出されてもやめてしまえばね、そうなんです、そういうわけにはいかんから、やっぱそれを商売でお客さんが来てくれて初めてお金になるから、うん、ただその、うん、やめてる方いっぱいいるじゃないですか、やめてる方なじゃあその人たちからもそういう声出ればいいじゃんって皆さん思うかも分かりませんけど、やめてもやっぱりちゃんこ屋やったり、そのやっぱ兄弟子の紹介で、勤め先紹介してもらったりとか、うん、やっぱどうしてもどっかかんかで関わってる方がものすごいやっぱ多いんですよね、うん、そうするとどうしてもそこに自分たちの生活がやっぱあるもんですから、で正義はこっちにあるんだけど自分たちの生活をやっぱ大事にせざるを得ない、うん、そういう流れが引退してからもやっぱり皆さん抱えてるっていうのがあるっていうのは自分も承知してますので、うん、まあでもね、うん、これやりだしてね15万人ぐらいになったのかな、なりました、ね、なったんだよね、うん、15万人になって多い時は100万以上見に来てくれて、はい、だからねいろんなお相撲さん上がりの人とかいろんな人から電話あやっぱそうですか、電話があって、でもう陰ながら応援してるから、はい、陰ながら陰ながらですね。で琴美さんにね、はい、だから連絡したら「お前ちょっともう言いたいことあったら出ろ」って言ったら、うんうん「いやもうそういうタイプじゃないんだと俺は」陰ながら応援させてくれてもう陰ながら応援するから、いやいやもうね俺の言ったことを代弁してそのまま喋ってくれればいいから俺はテレビにこう YouTube にはもう頼むから出たくないそっとしといてくれって言われて、でやっぱ相撲部屋っていう小さい世界の中で寝食共にするので本当にすごい友情ってがっちりした友情がやっぱあるんですよね、男の世界の中でも。じゃあ部屋やめましたって言って、じゃあそのままスパッと切れるかって言ってたらなかなか切れなくて、やっぱどうしてもセカンドキャリアの方も相撲協会と関わらざるを得ず生活をしなきゃいけないっていう現実、なんかねもうそこのところやっぱこう親方っていうのはだから結局自分がいい思いするんじゃなくて、うん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 、やっぱりその入れた人間をやっぱ大事にしていかないと、そうですね、本当そう、そこは思いますね、うん、まず一番大事なもん何だと思う、相撲協会再生するのにお金ですか。ああ、うん、正解です、そうそう、お金、この愛よりお金の方が大事だと思ってるタイプだな、うん、そっちですか、うん、でも現状から言ったらお金がないと何もできないよね、と、うん、いうことはやっぱり相撲協会を良くするためにはある程度お金がないとダメだよね、うん、でお金がないとこう夢がないよね、うんうん、小学校からね相撲好きで入ってるからやっぱり子供に夢があってね、それでやっていったら本当に面白いなと思うから、そういうのを目指してるわけだから、もうもっとまだ俺正直本質的なことは一切何も言ってないけど、ただもうみんなの話聞いてあそうとかあそうとか言ってるけど、まだ本質的なことは何も言ってないからね、まあ近々そういうことになってくるけど、あんまりちょっとこう強烈すぎてみんながもうまあまあ新年一発目ですからね、今日は、まあ、それを言ってしまうとまあ賛否両論あると思うから、なかなかだからねある程度こうファンが増えてからそういう話はしていくけどね、まあ、とりあえず今日はねまあ吉田さんがヤクザじゃないってことだけはちゃんと言っとこうと、あとあの座り方がもう横柄でヤクザっぽいっていうことだけはすいませんでした、変な誤解を招いてすみません。いや、本当ヤクザじゃないです。違います。1億持ってこいって。まあ、ふざけんなこの野郎とか言って。学生人身売買っていう。
白鵬の部屋行った、うん、白鵬がだいぶ金出してた。本当にね、この子ね、大関横綱になってたかもしれないな。